おはようございます。ベリーです。昨日から1泊2日で帝国ホテルさんへと1人コホーキステージに来てます。で、予約をする際に、朝食付きのプランを選んだので、今日は帝国ホテルさんの朝食をご紹介していきたいと思います。で、朝食なんですけど、パークサイドダイナーナダマンっていうレストランか、またルームサービスから選ぶことができて、私ルームサービスにしました。なので帝国ホテルさんのルームサービスでの朝食を今日はご紹介していきたいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。はい、それでは帝国ホテルルームサービスでの朝食、アメリカンブレックファストをご紹介したいと思います。まずジュースはパイナップルジュースを選びました。そして卵料理は目玉焼き、スクランブル、ポーチ、プレーンオムレツ、ゆで卵などある中から私はプレーンオムレツを選びました。あと付け合わせは、クリスプベーコンですね。で、あとケチャップもいただきました。で、パンはブレックファストロール、クロワッサンとブリオッシュが入ってます。で、飲み物は紅茶かコーヒーで選べたので、私はコーヒーを選びました。なんかシンプルですけど美味しそうな朝食ですね。今からいただきたいと思います。美味しそう。いただきます。水から。まずはそのままいただきます。そのままでも結構バターの味がついてて美味しいですね。ケチャップもつけていきたいと思います。いいですね。なんか部屋でゆっくりこういうなんか優雅に朝食。よいしょ。卵のなんか半熟で美味しそう。美味しい。クリスプベーコン。ベーコンは皆さん焼き加減どのくらいが好きですか？私結構硬めが好きで、なんでクリスプ選びました。いただきます。美味しい。コーヒーもいただいてきます。おいしい。コーヒーはですね、よいしょ、これポットで持ってきてくださったので結構まだ何杯でも飲める感じですね。で、お次はパン見えるかな。こんな感じです。3種類ですね、入ってます。で、あとは、ジャムとかバターがお皿に盛られてきました。ブルーベリー、オレンジ、ストロベリーと帝国ホテルのバターですね。帝国ホテルさんのバター。ジャムはいちごかな。はい、いちごジャムです。あるからいただこうかな。これからいただいてきます。なんかクロワッサンとかは動画で撮ろうとするとすごいボロボロになりそうだから嫌だな。ジャムも、じゃあこちらいただいてきます。美味しい。なんかシンプルなんでジャムとかつけて食べてもいいけど、なんか普通にオムレツとかと相性がいい感じ。美味しいです。野菜もね、しっかり食べないと。野菜も正直そんな好きじゃない。でもなんか野菜好きじゃないけど、なんか家だとあんま食べないですけど、こういう外で出されたら食べますね。
なんか美味しいし幸せだから食べるのに集中したくなる。なんかご飯とかもなんですけど、結構私一人が好きなんですよね。友達と食べに行くのも楽しいんですけど、なんかこれ親に変わってるねって言われるんですけど、なんか食事が趣味で、自分の行きたいレストランに行くときは味とかお酒に集中したいんで、友達と行くよりかは一人で行きたいみたいな。わかりますか？なんか友達とご飯食べに行くと友達との会話に集中しなきゃいけない気がして、なんか食べることと友達への会話両立できない。なんか上の空みたいになっちゃうから、それだと友達に失礼なんで、レストランとかは、まあ、友達に誘われたら行くけど、基本やっぱ自分が好きなレストランは一人で行きたいですね。今日もこの後チェックアウトしてから帝国ホテルさんに入ってるなんかフレンチレセソンってところがあるんですけど、そこに一人で行ってきます。まあ、昔から一人平気だけど、昔の方がちょっとなんか一人恥ずかしいとか思ってた気がするけど、もう年齢が年齢なんでね、そういうのなくなってきましたよね。なんだこれ忘れてた、これパイナップルジュースですね。なんか下に沈んじゃうからちゃんとかき回すやつがついてます。はい、パイナップルジュースいただいてきます。なんか見えるかな、この器に入ってたんですけど、これに氷が敷き詰められてて、すごいちゃんと冷えたままです。時間が経っても。いただきます。いや美味しい、すっごく美味しい、ちゃんと絞った味がする。今日一のヒットかもしれないこれ。美味しい、いや美味しい、ごくごく飲めちゃう。なんか一番美味しいのプレオムレツかなと思ったら、結構ジュースが美味しいですね。プレオムレツも美味しいし、他のやつも美味しいんですけどね。さすが帝国ホテルって感じです。いただきます。皆さん朝ごはん食べますか？なんか私の周り食べない人が多いですよね。なんか朝からそんな食べれないっていう子が多いんですけど、私は基本毎日朝ごはん食べます。大体食べるもの決まってて、おかずとかはいらなくて、大体トースト2枚とバターが私の決まった朝食です。なんかパンが好きっていうか、トーストが好きなんですね。食パンが好きで、なんか昔はそんな食パンっていうか、むしろパンがそんな好きじゃなかったのに、名古屋に住み始めてから、名古屋ってなんかすっごく食パン屋さんが多いんですよ。どこ行ってもなんか食パン屋さんがあるんですけど、なんか美味しい食パンに出会ってから食パンが好きになっちゃって、毎日食パン食べてます。でもなんか毎日食べても食パン飽きないってことは、食パンが好きなんでしょうね。なんか好物なんだなと思って。他にもハンバーグとか餃子とかたこ焼きとか好きなものありますけど、毎日食べてたら飽きるじゃないですか。でも飽きないってことは、多分私の好物は、本当の大好物は多分きっと食パン。よいしょ。コーヒーもあったかい、時間経っても。なんか朝食べないことがちょっと信じられない。お腹空かないのかな。むしろ食べない方がお腹空かないのかな。腸が働かなくて、腸いい、美味しいしか言ってないけど、美味しい、本当に本当に美味しいから美味しいが出てくる。なんかこの間もとあるホテルで、その時はルームサービスじゃなかったんですけど、朝食食べててクロワッサンが出たんですよね。ね、クロワッサン噛みつけないから手でちぎって食べたらボロボロになっちゃって、すごい恥ずかしかった。なんだろう、ハーブが多分織り交ぜてあるパンですね。いただきます。まずそのままで。なんかローズマリーが挟んでありそうな気がする。はい、ローズマリーかわかんないけど、
ハーブかな。これそのままが美味しい。なんか毎日朝ごはん食べてるとはいえ、ホテルの朝食って結構、ね、お昼と夜にこれ出てきても大丈夫っていうぐらいがっつりじゃないですか。すごいお腹いっぱいになりますよね、完食すると。だからなんかいつもその後のお昼割と入んない、割と入んないんですけど、その一人でご褒美ステイしてホテル泊まってる時って、なんかそのチェックアウトした後のお昼まで私結構気合い入れてるんですよ。ホテルの近くで自分が気になるレストランを必ず予約してて、そういうところってコースで出てきたりするから、お腹いっぱいだけどコースを美味しくいただいてます。一人ご褒美ステイはチェックアウトした日のお昼まで勝負みたいな、なんか一人で、うん、何の勝負か分からんけど、このパイナップルジュースが本当に美味しくて、なんか飲み終わるのが嫌だ、うん、美味しい。私今回のこの帝国ホテルさんの動画が人生初の動画なんですけど、それまで自撮り棒とかすら扱ったことがなかったから、なんだろう、なんかいろいろ不安だし、喋るのも緊張するし、動画もちゃんと撮れてるのかなとか、いろいろ不安ですね。